あれもしかして北島康介ですか。いや違うよ、裸の大将だ。終点街泳いでみてさあ今日はなかなかね人がね、姿勢をまずしっかり水面の近くに浮かせることと、それとやはりキャッチ獲得が非常に重要になってきますね。まず手が入水して、その時は手はまっすぐです。で、肘を曲げながら。なりますね。この時に、手のひらだけで描くのではなくて、どちらかというと手のひらが腕全体というイメージをしながら、水のボール、塊をそのまま腕で全体で描くような描き方です。その時に肘を曲げて描くことによって、しっかり水を後ろの方に描くことができるということになりますね。指の台座が1センチぐらいで開いて、その中で書くとちょうど水が抜けず、しっかり水が書く。また手のひらは少しリラックスする状態になりますので、硬すぎない形で水が逃げない形で書くことができると思いますね。次には膝が曲がらない程度、一般的にはこの股絶対肘痛いよ。やばいよ、犯罪だよこれ。じゃあこの動画を見てるそこの君も、もしかしたら泳げないかもしれない。でもそれはきっと水が怖いから。俺も実は泳げない。だけど水がないところで泳いでみたら泳げるようになった。だから来年の夏までにそこの君も水がないところで泳ぐ練習をして泳げるようになってほしい。これさ、いつまでやんの？求めていい？